瓶コーラ格別なんです。最近 YouTube がもう収益化目的になってきてますね、完璧に。まあそれの証拠といってはなんですけども、登録者が1000人以上いて、年間の総再生時間が4000時間を超えていないユーザーは動画の収益化ができないように2月20日から施行されるみたいですね。まあ要するに底辺 YouTuber がお金を稼ぐことは一切できなくなったってわけです。あ、ペンキシは全然大丈夫でした。仕事化するっていうことなんだけど、まあうちのチャンネルにもまあなんだろう、年じゃないな、1ヶ月に何回かぐらい企業からなんかこう来るんですよね。こう何々の紹介しませんかとか、我々とタイアップしませんかとか、まあいわゆるね企業案件が来るんですけども、大抵無視してます。まあなんでかっていうと、 YouTube を仕事化したくないっていう気持ちが大きいので、今までそれは全部断ってきたんですよね。あくまで趣味として、遊びとしてね、楽しむためにやっていきたいから。なんだけど、ここまでお金が動くことになってきたから、まあ少しぐらい案件受けてもいいかなとか思ったんだけど、まあ別に MCN とか事務所入るつもりなんか一切ないし、そこまでのレベルでもないし、まあ難しい時代になったね。 YouTube なんか、俺が始めた頃の YouTube なんか、ほんと趣味で楽しく自分の作った動画をただアップロードして、みんなにわーって言ってもらえるの、それだけの場所だったのに、今はもう YouTuber ってものができても、お金目的にしかもう使われてないようにしか見えません、俺には。今から始める人は、今やってる YouTube やってる人で、お金目的の人と、ただ本当に楽しいからやってる人だったら、2割8割だと思います。俺みたいな本当に楽しいためだけにやってる人は、マジで2、まあ、下手したら1割くらいなんじゃないかな。ちょっとまあ俺は正直そういう現状がちょっと悲しいです。で、どんなものもビジネスチャンスが見つかれば、そういうものに使われていきますから。というわけで、瓶コーラは美味しいっていう話でした。バイバイ。